眼科の平松です。今日は、おにぎりはチンして食べるな、温めて食べるな、っていうことについてお話ししようと思います。まあ、ちょっとした体にいいために、食事の取り方っていうのも重要なんですよ。何を食べるかっていうのも大切ですけども、どう食べるかによっても、目、そして体の健康にとって重要な結果をもたらします。普段、おにぎり温めようかな、どうしようかなって悩んだりだとか、はたまたお肉買ってきたとき、焼いた方がいいかな、煮た方がいいかなって思うときあると思うんです。まあ、別にどっちでもいいって場合は、今日の話を参考にしてください。いや、絶対的に私は焼く派だとか煮る派だとか、チンする派だとか、冷たい派だとかってあったら、まあ、それはそれを優先してくださって結構で、それよりは、ちょっと、まあ別に迷ってどっちでもいいんだけど、健康にいいのはどっちなのっていうことについて今日お話しようと思います。おにぎり。これは、まあ、いわゆるこう、炭水化物ですね。お米がメインなので、まあ、海苔とかはまた別ですけどもね。ってなってくると、炭水化物というのは、食べると血糖値を上げます。血糖値というのは、まあ、体の中の栄養で、それによって体を動かしたり、脳で物を考えたりとか、まあ、そういうふうに、まあ、動く、生活するためには必要なものです。で、食事を食べると血糖値っていうのはブーッと上がってって、で、まあ、吸収されていって落ちていくっていうのが、まあ、血液の中で、まあ、食事のたびに起きてくるわけです。この、上がり下がりっていうのが、急激になりすぎると、あまり良くないっていうことが分かっています。例えば、砂糖。例えば、いわゆるこう白いですね、精製されたお米であったりとか、精製されたいわゆるこう食パンであったりとかっていうのも血糖値がちょっと上がりやすいっていうふうに言われています。なぜか、これは良くも悪くも消化吸収がいいからなんですね。食べたものがさらっと溶けて血液中に流れていく。だからこそ血糖値はブワッと上がって下がっていくっていうことを起こします。本来我々人間が食べている頃のお米って、まあ、白くなくて、玄米的な状態になっているわけですよね。まあ、脱穀とかいろいろして今の状態になってくるわけですけど、まあ、昔はそんなん食べれなかったわけで、まあ、白いお米っていうのはね、まあ、貴重なものであって、まあ、通常茶色いお米を食べていたわけです。そういう玄米とかああいうものの方がゆっくりと血糖値が上がって下がる。そういうふうに人間はもう何百年と生活してきたわけです。だからこそそれに合わせて体はできている。一方で近年、まあ、我々は飽食の時代と言われるようにいろいろ食事がねできるようになって、より良い美味しいものってなってくると、まあ、急激に上がったり下がったりするような、お米を食べたりとかするようになりました。もちろんね、しっかり運動してる人の場合は、むしろなくなった、グリコーゲン、炭水化物を補充するために、急激に上げることはいいことです。つまり、急激に血糖値上がるのは全部悪いよと言いたいわけじゃなくて、すごく運動してる人にとっては全く問題ないことです。一方で、まあ、大して運動もしてないよと。デスクワーク。で、私はもうゴロゴロしてるよと。まあ、こんな感じの場合は、急激に上がってしまうのは、あまりお勧めできないですね。となると、緩やかに上がって下がる方がいい。まあ、これをよく GI 値が低いとかって言うんですけど、まあ、そういうものの方がいいですね。とはいえ玄米とかきついじゃないですか。じゃあ、大麦とか、ああいうの混ぜるといいかっていうと、まあ、それもいいですよね。でもね、自分で炊くのもめんどくさいし、なんかないかなって言うと、やっぱコンビニでおにぎりとか食べると。で、このおにぎりとか食べるときって、まあ、お米なわけですよね。お米って、冷たい状態と温かい状態でちょっとね、状況が変わってくるんですよ。冷たい状況だと、レジスタントスターチって言うんですけども、まあ、いわゆる血糖値の上昇が比較的緩やかになるんです。一方で、温かい方が血糖値の上昇は早くなります。まあ、だからこそ、いや、私全然こだわりないんだけどって場合は、冷ための、まあ、キンキンに冷えた必要はないので、まあ、いわゆるこう、冷蔵庫とか、コンビニで売ってるお米を買うんであれば、そのまま食べていただいて、チンしない方が、あなたにとっていいかと思います。例えば、目の病気であれば、血管系に影響する糖尿病の方であると。
はたまた、まあ、高血圧があるであるとか。はたまた緑内障ですね。緑内障っていうのは血流が非常に重要な病気です。とか。いうふうに血流が重要な方に関して言うと、できれば冷たいお米取った方がいいです。これが炭水化物の話ですね。もう一つはさっき言ったお肉の話になってきます。お肉っていうのは、まあ、いわゆるこう、脂質も含まれてますけど、まあ、メインとしては、まあ、タンパク質を取ってくれる、まあ、そういう意味で非常に重要な栄養素になってきます。ただ、その、炭水化物や、まあ、脂質、そしてタンパク質が含まれているお肉ですけれども、このお肉を食べるときに、焼く、煮るとかってあるじゃないですか。焼くっていう風になってしまうと、AGEs って言って、まあ、いわゆるお肉にも糖とかね、含まれているので、糖化物とかも言われるんですけど、まあ、いわゆるこう、体にとってあんまり良くないような状態になるんですよ。なんか昔、焦げたお肉取ると体に良くないよみたいな、聞いたことありません?まあ、それっていうのは、まあ、一応こう、ラット、ね、ネズミさんの実験で、まあ、大量に、焦げたものを食べさせると、癌になりやすいみたいな研究から来てんですけど、まあ、皆さんがね、そんな大量に焦げたもの食べることはないと思うんで、あんま気にしなくていいとは思いますけども、とはいえ、できれば、より体にとっていい栄養摂取がいいじゃないですか。そう考えると、焼くより断然煮るになるわけですよ。なんでか。一つ目は、焼く場合、どうしても油を使わざるを得ないですよね。もちろん油使わないでやる、焼く方法っていうのはたくさんあるので、まあ、それをやられてる場合はまだいいですけども。油引いて、でからお肉置いて、フライパン焦げつかないようにとか、あとフライパンにこうくっつかないようにとか、やるじゃないですか。そうするとまあ脂質が増えてしまって、まあ、良くないっていうことがあります。もう一点は焦げてしまうと AGEs って言って、まあ、いわゆるこう老化するような物質ですね。っていうのが増えてしまうっていうことが分かっています。一方、煮るとか蒸すとか、まあ、蒸すって肉なかなかないと思うんで煮るだと思うんですけど、煮るっていうような方向になると、まず焦げ目ってつかないですよね、煮てると。なので、まあ、AGEs とか、まあ、こういうのが発生しづらいと。まあ、さらには、煮るとき油ってまあほぼ使わないわけですよ。ってなってくると、まあ、脂質も取らなくて済む。かつ、煮ることによって、まあ、このよく、お出汁を出すみたいなことも言いますけれども、その煮汁の方にある程度脂質が流れてくれるので、比較的低カロリーで、まあ、ヘルシーな状態でお肉を摂取することができるので、まあ、焼くよりは煮る方が好ましいと思っていただけるといいかなっていうふうに思います。一応ね、元の成分上はおにぎりは冷たかろうがあったかろうが一緒ですよ。お肉も、まあ、溶け出した部分をとか、ね、そういうね、プラスマイナスの部分もあるけども、AGEs とかね、そういう観点で言うと、やっぱり煮る方がいいですよってことで、この、同じものでもどう食べるかによって、あなたの目、そしてあなたの体にとって、まあ、非常にこう、いい方向性になれば、悪い方向性にもなってしまいます。なので、今日のをちょっと頭に入れていただいて、毎日煮るとかだったらね、たまには焼いたものも食べたいですよ。私だって焼肉食べますよ。ね。煮るより焼く方がどちらかっていうと好きかもしれない。うん。同じぐらいかな。つまり、ちょっと気をつける。例えば迷った時煮る、ね。迷った時冷たいおにぎり。ってやっていただけると、ほんのちょっとでいいので、あなたの生活をよくできます。で、今日のを聞いて、もう全部冷たいおにぎりにしなきゃ、全部煮る。もう焼いちゃ絶対ダメっていう風にはしてほしくないんですよ。あくまで目を良くするのは、あなたを良くする。で、見えるようにする。これも大切ですし、健康にも過ごしてほしい。けれども、あなたの人生が幸せになるためにやっているので、それで窮屈になってほしくないので、すごくリラックス、気楽な範囲で、まあ、できることをやるっていうふうに思っていただければと思います。じゃあ、こんな調理法どうなのとか、なんか疑問とかいろいろありましたら、コメント欄に書いてくださればと思います。あと、良かったよとかなかったらコメント欄に書いてくださればと思いますね。書くのがめんどいなっていう場合は、高評価ボタンだけでも押していただければと思いますんで、まあ、ぜひぜひ、ボタンだけでも、ポチッと押していただけると幸いです。よろしくお願いします。